様、こんにちは。今日は暑い中に足をお運びいただきありがとうございました。皆様大丈夫でしょうか？熱中症とか大丈夫ですか？僕も今朝ここに来るときにすごい暑いなと思って、もうね、この暑い中で外出たら危ないって思うんですけど、でも皆様ちゃんと水分補給もして、熱中症とあと感染対策でマスクもしなきゃいけないので息苦しいと思いますが、今日少しでもちょっと癒されたりとか心がほっとする瞬間ができたらいいなと思って、一生懸命じゃないですね、楽しみながら演奏しようと思います。そうですね、まず簡単にさっき藤井市長からも、あったのですが、この演奏会はですね、東京芸術大学、僕の出身の大学と、取手市との協力で、内閣コンサートで始まりまして、実はですね、私の事情で本当は昨年行う予定だったのですが、今年に延期させていただきまして、今はもう、向こうとこちらの行き来がだいぶもうほとんど楽になりましたので、ちょっと今年、本当にご尽力いただいて、また僕のために開催していただくことになりました。もう本当に取手市役所の皆様、市長の皆様、開催にあったり協力してくださった皆様、東京来てくださった皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。そうですね、今日はですね、普通はリサイタルっていうと、ただピアノを弾くだけで、まあ、なんというかお客様が拍手をしてお辞儀して弾いて出るっていうような演奏会の形式なんですけど、今日はちょっと、MC といいますか、曲の内容やその背景なども少し喋りながらのコンサートですので、僕の話がつまらなくならないようにちょっと頑張りたいと思うんですがとりあえず、僕の自己紹介から始めたいと思います。僕は、先ほどお伝えしていただいたように、普段は、東京芸術大学を出た後、パリの方でパリ国立高等音楽院というところにいます。今今年の秋で3年生になります。で、皆様きっとクラシック好きであればもしかしたら見たことあるかもしれないですけど、のだめカンタービレののだめちゃんたち、まあ、ターニャとかあとフランクとか、なんか知ってる人がいればもしかしたらああってなると思うんですけど、たちが通っていた学校コンセルバトワールというと、もしかしたら分かりやすいと思うんですけど、そこに通っております。で、なので本日はそのフランスというか、なんか、フランスで学んだことが少しこうエスプリということで何か音楽に乗せていければいいかなと思っております。で、そしてやはり今回、今回というか今世界中でコロナウイルスやいろいろな、もうなんというか少し不安だったりとか、なんか心がざわつくような世の中になってきたような気がするんですけども、先ほども言った通り、少しでも音楽、僕は音楽の力というか、そういうとなんというか、まだね、23歳でなんか何言ってるんだと思うんですけど、音楽の強い力があると僕は思っていて、やはりなんか悲しい時とか、まあ嬉しい時もそうですけど、どんな時でも音楽があると少しこう心に寄り添ってくれる存在であると思うので、今日は少しでも音楽を通じてなんか嬉しいなと思ったりとか、なんかさまざまな感情を心に届けられたらなと思っております。で、今回のプログラムに関してなんですけども、ちょっとつながってはいますが、少し現実から離れたといいますか、少し魔法的で幻想的というようなプログラムになっています。まあ、最初のヒクラモはちょっと違うんですけども、ドビュッシーの映像、そして後半のプログラムのラヴェルの夜のガスパールは2つともなんというかこう現実世界での体験ではないような世界を描いています。なので、今日は音楽でひとときの非現実というか癒しの世界を僕と一緒にぜひ体験していきましょう。そしてこれはまあジョークじゃないですけど、今回のプログラムの中でドビュッシーとラヴェルのガスの色のガスパールの中に
水に関する曲が2つあります。ドビュッシーの、映像の1曲目水の繁栄と、夜のガスパールの第1曲目オンディーヌ。これは、オンディーヌと日本語で書くしかないんですけども、日本的に言えば水の精、水のに関するその妖精というと可愛くなっちゃう、もう少しこちょっと怖いんですけど、なので少しこう涼んでいただけたら嬉しいなと思っております。さあ、それではまず私たちは18世紀1728年のフランスへ旅をし、ラモーという作曲家に会いに行きましょう。当時ヨーロッパでは、啓蒙時代真っ盛りでした。啓蒙思想というのは学校で習ったことがあるかもしれないんですけど、簡単に僕も学び直しました簡単に言うとですね、これまでの古い不確かな考えや迷信、もう本当になんか神様のこと、なんかいろいろなんか今で言うと科学的でないことですね、というものを見直して、人間の理性をもってこう合理的だったりとか、なんかもう正しく解明しようとしていた時代だったんですね。なのでもうこの時代は論争の時代というか、もうさまざまな人が私はこう考える、私はこうっていう、すごくこうある意味なんていうかいい時代ですよね。なんか楽しそう、なんか いろんな人がいろんな考えを出して争うってはないですけど、こう盛り上がっていた時代なんですね。でその中でですね、ラモー、今から弾くラモーもまた彼らは彼なりに音楽でその音楽の神秘を解明しようとしたんですね。で彼は音楽を形作るそのたくさんの要素、いろいろありますね。メロディーとか、まあ、もしくはリズムとか、その中でも特にハーモニー、和音と言いますけど、まあ、いわゆるあのお辞儀とか幼稚園の時とかそういう時なんかこうなんていうか、なんかこうチャンチャンチャンというのが和声進行ですけど、そのとにかくいくつかの音で成り立ったその和音というものに意味を見出したんですね。でその人生をかけてその秘密を探っていきました。本当にものすごい研究してみたいですね。で当時ではとてもおそらく斬新な響きだったと思うんですけども、今現在の私たちでもその和音、和音というか彼の音楽を聴いた時に驚きとか発見とか、そしてその美しさを感じることができると僕は思っています。で今日は、その彼の世界から、新クラブ三曲集の中のアルマンド、クーラント、サラバンド、そしてソバージュと言われる未開人の4曲をお届けしたいと思います。聴きください。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ちょっと時代をかなり遡って、そうですね、響く人には響くかもしれないですけど、ベルサイユのバラの時代の話なんですね、これは。なのでその時代を体験していただけたかなと思います。僕自身ラモーは何と言いますか、弾いていて時代の流れ、ちょっとすごい抽象的な話になってしまうんですけども、何かこう物に長く古い長く置かれているものにちょっと埃がついている、でもその美しさというか、なんかちょっとわびしさとか、なんかそのなんか古い時代に思いを馳せる時の感覚に何か、なんか不思議とそうなるんですよね。バッハを弾いてるとそうにもならないのに、なんかラモンを弾いてるとそうなる、まあ、多分そこはきっと彼が本当にさっきも言ったとおり和声というか、その音楽そのもののメロディーというよりかは、そのハーモニー、心にその残るハーモニーというものがきっと研究したからこそ、私なんか心に残るのかなと、なんか自分でちょっと思ったりするんですけども、まあそうですね、なんか皆様にもちょっとなんというか、その思いを体験していただけてたら嬉しいです。さて次はですね、結構時代が飛んでしまいます。次はね、20世紀になります。1905年ですね。でまたフランスへご招待いたします。さて、あのベルエポック、これはフランス語ですけど、なんか耳にしたことがあるかもしれないです。あのベルエポックっていう、あのなんか髪の毛とか何か美容の学校があったような気がしますけど、最初全然分かんなくて、フランス語勉強した後にあ、なるほどと思ったんですけど、意味はですね、ベルが美しいとか良いって意味にもなるかな。エポックは時代ですね。なので日本語に直してみると、美しき良き時代になります。で当時のパリはですね、その名の通りとても美しく輝いていました。何があったかと言いますとね、昔はパリはですね、すごくあの今でいうパリっていうのはすごく綺麗で美しくて、もうあのなんていうか、みんなが憧れるような街ですが、昔はですね、すごい逆だったんですね。とてもいい街とは言えないというか、例えば下水道とか、そういう街自体の整備がままなっていないとか、もしくは、街灯とかもないからすごく暗くって危ない、まあ、そういういわゆる窃盗とか、そういう治安も悪かったんですね。でそれをですね、あのナポレオンの甥であるナポレオン3世という方がもう我慢ならんということで、オスマンという政治家にですね、パリの大改革を命じたんですね。でそれは何をしたかというと、私たちが今思うようなパリが出来上がったんです。その時例えばあの素敵 なんかデザインの街灯だったりとか、あとメトロの入り口とか、あとアパートですね、アパートマンって言いますけど、そのなんていうかな、あの装飾家がたくさんついていたりとか、なんかすごくこう私たちが思うようなパリで、シャンゼリゼ通りとか大きな道を作ったり、で街自体 の下水道とかいろいろさっき言ったそういう整備とかも整えたりとかをわずか20年ぐらいでやってしまったんですね。でそういうことが、ありました。でプラスですね、あの産業革命などにより経済がとても盛り上がって、まあ、近代化してきたんですね。となるとどうなるかというと、パリはもう世界中から人々が、今もそうですね、だからこの昔からなんでしょうけど、パリは世界中から人々が集まりました。もうそれは大富豪であったりとか、本当に整えたことによって、ある意味こうなんていうかな、あの上流階級といいますか、昔、まあ、今もあるかもしれないですけど、昔は特にそういう暗いというかクラスがあった時代だったので、そういういわゆる上流階級の方たちがパリに来て遊ぶとか、なんかそういったことをすごくできるようになったんですね。となるとやはりその芸術家であったりとか作家とか研究者や建築家もさまざまな分野の人々が活躍しました。でそれらが集まるっていうことは文化が栄えるんですね。でそれがきっと今のね
あのフランスとか、まあ、パリもそうですけど、その文化でつながっていると僕は思っています。でですね、そんなとてもキラキラして輝きながらも、まあ、少しざわついたパリで暮らしていた一人のムッシュは、ドビュッシーです。ドビュッシーは皆さんきっとどこかで名前を聞いたことがあるかと思いますが、彼の音楽はですね、その柔らかさや自由さ、そして具体的というよりかはどちらかというと雰囲気の世界であることから、あの絵画でいうとモネとかルノワールとかっていう印象派で、音楽に置き換えると印象派音楽というふうにジャンル付けをされているんですね。しかしですね、面白いんですけど、彼はそれを否定していたんですね、昔から。私は違うと。で、印象派というのは見て、まあ、モネの絵をね、想像、睡蓮とかを想像していただければ分かると思うんですけど、見てその場の景色を感じて、でその印象を残すというようなことなんですね、印象派。そうではなく、彼はですね、あの目には見えないもの、例えば人間の内面とか考え、観念とかを象徴的に表す象徴派なんだと言っていたそうです。さあ、これから私たちはその彼が描いた世界に入っていきましょう。映像より第1巻、水の繁栄、ラモを叩いて、あ、先ほどのラモですね、ラモを叩いて、そして運動です。きっと何ていうか、聞くときに何て言うんでしょう、ドビュッシーが当時感じていたそのざわつきとか、その嬉しい気持ちっていうかな、あのいろいろ盛り上がってすごくなんか近代的になって、やはりこう何て言うか、あのこれからの可能性が多く見えてきたっていう時代でもありますし、だからその気持ちになってぜひ聞いていただければとても嬉しいです。Thank you.
Thank you.
人々はですね、あまりにもその細かさ
に冷たいイメージを感じてしまって、ラベルをまるでただの機械のように心がないイメージを持ってしまうという方も、というか時代的に見ても昔からそういうイメージを持っていることもあります。しかしそのこだわりと完璧さはちょっとこう天の弱で、彼の音楽に対するその深い愛情に他ならないんですね。なんかその誰よりもこだわって愛しているのに、人の前ではなんていうかムスッとする感じ、フランスのあるムッシュのなんていうか、ファンパターンって感じもするかもしれないですね。そういう方もいます。彼のですね、音楽を耳にするときはですね、なんかまるでこうものすごく難しくて複雑なパズルのピースを一つ一つこうはめていくような、ある種こう気持ちいい感じがするようなしますね。そして完成したものをこう見た時のもう精密さと、その一つ一つのパズルがこう表すその鮮やかさといいますか、それに圧倒するというか、それを聞く方も、そして不思議ですけど聞く方もなんか感じるんですよね。なんていうか、それはラベル独特なのかなって僕は思います。でこれからですね、私たちは、夜のガスパールという作品で、現実と幻の境目に迷い込みます。フランスの詩人のルイ・ベルトランの詩に惹かれたラベルは、彼の作ったうちの3つの詩に音楽を作りました。で今日はですね、私は詩を読む人ではないのですが、フランス語を日本語に訳したものを弾きながら、お話ししながらというか、それを読みながら弾こうかなと思っております。各作品の前に読みますので、どっかお聞きください。第1曲目、オンリーヌ、水のせい。ねえ聞いて、私オンリーヌ、陰鬱な月の光に照らされたあなたのひし形の窓を水の雫でそっと触って鳴らしているのは、そうして今お城の奥方は波模様の衣装をまとい、露台に出て星を散りばめた美しい夜と静かに眠る湖をじっと見つめていらっしゃる。波の一つ一つが流れの中を泳ぐオンディーヌ、流れの一つ一つが私のお城へとうねっていく小道、そうして私のお城は水でできている。湖の底に火と土と空気の三角形の中に、ねえ聞いて、私のお父様は緑のハンノキの枝でジャブジャブと水をたたくの。お姉様たちは泡の腕でみずみずしい牧草や睡蓮やあやめの茂る島々を撫でたり、ひげを垂らして魚釣りをしているしおれた柳をからかったりする。つぶやくような彼女の歌は私にねだった。オンディーヌの夫となるためにその指輪を私の指に受けよと、そして彼女と共にその城に来て湖の王となるようにと。しかし私は人間の女を愛していると答えたら、彼女はすね悔しがりしばらく泣いてからふと笑い声を立ててにわか雨となって私の青い窓ガラスを伝って白く流れて消えてしまった。
高主題。ああ、私に聞こえるもの。あれはヒューヒュー鳴る夜の北風か。それとも、高主題の枝木の上で吐息を漏らす死人か。あれは森が哀れんで足元に養っている苔と実らぬツタの中にうずくまって歌うコオロギか。獲物を漁るハエがもう聞こえぬその耳の周りで合図のファンファーレの角笛を吹いているのか。不規則に飛び回って彼の剥げた頭蓋骨から血の滴る髪の毛をむしっているコガネムシか。それとも締められたその首にネクタイをしようと半端のモスリンに刺繍をしているクモか。あれは地平線の影の街の城壁で鳴る鐘の音。そして沈む夕日が真っ赤に染める高主慶州のムクロ。
カルボ。おお、幾度私は聞き、そして見たことだろう、スカルボを。月が真夜中の空に金の蜜蜂を散りばめた紺碧の旗の上の銀の盾が光るその時、幾度私は聞いただろう、私の寝台のある隅の暗がりの中で想像しく笑うのを。そして私の寝床の帳の絹の上でその爪をきしませるのを。幾度私は見ただろう、天井から飛び降りて魔女の紡ぎ竿から転がり落ちたつむのように部屋中をつま先だってくるくる回り転げ回るのを。あれ消えたと思ったら、小人は月と私の間で大きくなりだした。ゴシックの大寺院の鐘のように、とんがり帽子には金の鈴が揺れて、でもすぐに彼の体は青ざめ、ろうそくのろうのように透き通った。彼の顔は燃え残りのろうそくのように暗くなった。そして突然彼は消えた。Thank you.
皆様ありがとうございました。ちょっと少しばかり今日の曲たちはあまりこういわゆる 名曲なんですけど、その知ってるというか、あ、誰でも聞いたことがあるっていう曲ばかりじゃないなかったと思うんですけど、ちょっと少しでもなんというか世界を感じていただけたら嬉しいです。そしてちょっと音楽によって少しなんというか癒される瞬間であったのであれば、僕はとても嬉しいです。最後に感謝の気持ちを込めまして、アンコールを弾かせていただきたいと思います。2曲ありまして、1曲目は、リストの愛の夢で、これを弾きましたら、あれ皆さんは知ってるかな、トイレ市民の人はご存知かもしれないですが、トイレ市民の歌曲がありまして、それを本当はですね弾きながら歌わなきゃいけないんですけど、それその器用なことができないので、少しこうなんていうか伴奏を弾きながらメロディーを弾くという形で弾いてみようかなと思いますので、ぜひ最後にお楽しみください。
Thank you.